旧プールの少年。永山高等学校には、こんな七不思議がある。今は室内に温水プールがあるが、昔は外に普通のプールがあり、それは今も残っている。そこは、普段は当然、水が抜かれているが、夜の十二時に見ると、水が溜まっていて、誰かが泳いでいるという。その誰かは、 昔このプールで亡くなった少年で、見かけるだけなら大丈夫だが、もし声をかけてしまうと、プールに引きずり込まれてしまい、そのまま行方不明になってしまうという。期末テストが終わった翌日、テストからの解放感と、夏休みという自由を前に、大半の生徒たちは気分が高揚していた。7月に入ってから起こり出した、 ナノシーに絡む事故や不可解な出来事も、ほとんどの生徒にとっては実害のない学生生活に彩りを添える程度の出来事だったが、ネットで公開すれば、ちょっとしたアクセス数は稼げる。そう考える生徒もいた。準備はいいか ?OK。よし、じゃあ録画開始だ。松村英二、山川と春、 イモリケスケの三人は、エイザン高校の二年生で、クラスは別々だが、部活を通して友達になり、プライベートでもよく遊んでいる。えー、ここはエイザン高校です。今、俺たちは、エイザン高校の七不思議の一つ、死んだはずの少年が出るという旧プールに来ています。現在、夜の11時57分。このプールには、 夜の十二時になると、男子生徒の幽霊が出るという噂があります。泳いでいる音が聞こえてくると。そして、もし話しかけたりして気づかれてしまえば。危険もありますが、それを検証してみようと思います。松村は、少し緊張しながら一気に行った。録画状態のまま、プールのそばまで行く。使われていないプールなので、水は張られていないし、 明かりもないので、何も見えない。そろそろ十二時だ。なんか緊張するな。あれ山川どっかにいるだろう。いや、いねえぞ。おい、山川。どこかに隠れて脅かすつもりなんじゃねえのあいつ、そういうとこあるじゃん。そうだけど、このタイミングでやるか、普通。録画してるからな。 美味しいところを持っていこうとか考えているのかも。この企画を言い出したのは山川だしな。まあ、あの野郎、十二時だ。松村のスマホの時計が十二時に変わった。息を殺してプールの方に意識を向ける。名の不思議で伝わる通りなら、泳ぐ音が聞こえるはずだが、音も聞こえなければ誰かがいる気配もない。恐る恐る、 懐中電灯でプールを照らしてみるも、何もいない。何も起こらないな。噂は噂か。じゃあ、お金な不思議な奴も、なんか別の理由で。聞こえる。気のせいじゃないよな。聞こえるよな、やっぱり。でも、水は張られてねえぞ。なんで 幽霊にそんな常識的なこと言ってもしょうがねえだろう。どうするとりあえず、泳いでるだけなら、こっちに来ることはねえんだろう。カメラでプールを取るだけ撮って。え今の音って。やっぱり、プールは上がった音もしかして、こっちに来ようとしてんじゃねえか。 なんでだって、俺たち何も見てないのに。いいから逃げるんだよ。山川どこだそうだ。山川。おい、山川どこだ逃げるぞ山川を呼ぶが、全く反応がない。代わりに近づいてくるのは、濡れた足で地面を歩く、ペタペタという音だけ。あいつどこ行ったんだよ。もう待てねえよ。 俺たちだけで逃げるぞ。山川を見捨てるのかよ。あいつが勝手にいなくなったんだろう。何かあったのかもしれねえだろうが。言い合いをしている間にも、足音は近づいてくる。もう、それほど距離はない。俺は逃げるぞ。山川は自分からいなくなったんだ。呼んでも答えねえし、これ以上待てねえ。おい、待てよ。今には一瞬躊躇したが、 近づいてくる足音に耐えきれず、松村の後を追って走り出した。くそ、肛門って、こんなに遠かったか。待てって、俺も、行くよ。急げ、追いつかれちまう。足音の速度は変わらないのに、どんどん大きくなる。恐怖と疲労で、二人にはもう、 山川のことを考える余裕はなくなっていた。あと少し。うわあイモリが突然悲鳴を上げ、松村は思わず足を止めた。んだよ。<お>山川え校門の前にいなくなった山川が立っていた。まるで門番のように立ちふさがるように立っており、右手には 何かが逃げられている。山川、お前何やってんだ今までどこにいたんだ山川はそれには答えず、ゆっくりとこちらに向かって歩いてくる。後ろからは、足音が近づいてくる。なんだよ、なんなんだよ。井森、逃げろその瞬間、目の前まで近づいていた山川が、 持っていた包丁を振り下ろした。つ、ええ、切りつけられて尻餅をついたイモリに、山川はさらに近づき、包丁を振り上げた。山川、やめろなんで、おい、寄せって。殺される。イモリがそう思った瞬間、山川は動きを止め、顔を二人の後方に向けた。 なんだ一瞬静まり返ったその場に、再び濡れた足音が聞こえてきた。山川は、その足音の方を見ているように見える。何をしてるんだ何を見てる山川は二人を無視して、足音に向かって歩き出したかと思うと、暗闇に向かって包丁を振り回し始めた。懐中電灯で照らすも、そこには何もなく、 しかし山川は必死の行走で振り回している。何なんだよ、これ。わからねえ。何が起こっているのか理解できず、呆然としていると、山川の体が逆くの字になって、懐中電灯の光の中に黒いものが浮かび上がった。そして、その黒いものが山川の体から引き離された瞬間、その場に崩れ落ち、 濡れた足音は遠ざかっていった。何なんだよ、今の。俺だって分からねえよ。おい、それより山川は。そうだ、おい、大丈夫かおい。うう生きてたか、よかった。何の話だあれプールの幽霊は それどころじゃなかったんだよ。お前何も覚えてないのか何を松村は先ほど起こったことを山川に説明したが、山川は何も覚えておらず、手に持っていた包丁もどこから持ってきたのかわからなかった。悪い。本当に覚えてないんだ。その傷、俺がつけちまったんだよな。いいよ。大したことないし。 とりあえず帰ろうぜ。もうここにはいたくねえよ。三人はそのまま家に帰り、その後は何もなかったが、自分たちに起こったことが気になり、最近七不思議の事故について調べている月島死後のところに話しに行った。その結果、山川が持っていた包丁は、家庭科室に置いてあったものだと分かったが、それによって、なぜ山川が家庭科室の包丁を持っていたのかという、 別の疑問が出てきてしまった。しかし、三人にとってそれより気になったのは、旧プールの例と思われるものの行動だった。最初は追いかけられているのかと思ったが、結果を見れば、自分たちは、あの例に助けられたのではないだろうか。あの時の出来事を三人で振り返って出てきた結論は、それだった。だが、そうだとするなら、 なぜ助けられたのだろうか山川についていたらしい、黒いものは何だったのかもうおい、早く行こうぜ。ああ。それについての答えは出なかったが、三人はそれ以上考えないことにした。もうすぐ夏休み。楽しいことを考えた方がいい。三人はそう決めると、夏休み前のイベント会場に向かった。